どうもー、シシャラシです。今日は10月7日ですね。今シーズン終了後初の撮影になります。ライオンズファンの皆さん、全試合消化して燃え尽き症候群になっていませんか？少なくとも自分はその一人ですね。今年から声出し応援解禁になって、一層応援熱が高くなった方が多かったと思うんですけどね。チームは残念ながら5位でフィニッシュ。とにかく打てず、接戦では終盤に試合をひっくり返されるショッキングなゲームが多かった印象です。こんなシーズンでしたが、自分は72試合観戦して自身の年間観戦記録を更新しました。ほぼ全部外野応援だったんですけど、毎試合ベストを尽くして声出し応援する信念を貫いたこともあり、声が悪くなって少し回復してまた悪くなるの繰り返しでした。このピンバッチコンプ企画は頻繁に撮影するんで、声がガラガラだったことも多かったと思います。聞き苦しい声でお届けしてすみませんでした。今回から悪くなることはないんでご安心ください。やった。さて、今回はピンバッチコンプリート企画ラビューユニフォーム編第5話ということでね、前回動画でみそじが殿崎選手のサイン入りと高橋光成選手のサイン入りだけになったんで、本物のラビューのように超特急ラストスパートといきたいところです。では前回動画以降に交換したピンバッジを見ていきましょう。さっきの交換写真は蛭間拓哉選手のピンバッジを出してるんですけど、お相手は蛭間選手の大ファンで、ラビューを入手したことで3ユニフォーム全ての蛭間選手をコンプしたみたいなので、自分としても嬉しいです。皆さんも同じように熱望している選手がいれば、自分の味噌汁の選手でなくても交換の検討は可能なんで、お気軽にご連絡ください。他の動画でも話している通り、9月はホーム最終戦の27日までエトデ選手をグループ分けして3個1セットで販売されていたので、店頭で入手できるうちに一気に9月前半分、後半分、10月前半分を購入しています。結構ややこしいんですけど、ルール上ラビューは半月に5個まで購入可能にしているので、1セット3個と半月に購入可能な5個の最小購買数の15個購入したというわけです。内訳は滝沢夏生選手狙いで B グループを2セット、外崎修太選手のサイン入り狙いで C グループを3セット購入しています。ただ購入と入れ違いで撮影した前回動画で滝沢選手を入手したので、 B グループで欲しい選手はいなくなっちゃいました。そこで開封がつまらなくならないように B グループ2セット、 C グループ3セットを完全に混ぜた中から引いていきたいと思います。忙しいのもあって9月前半分から引けてないので、今回は9月後半分と合わせて計10個開封しちゃいます。はい、これが今回引く10個、今袋の中から出しました。残りの袋に入っている5個は、次回の動画で開封していきたいと思います。はい、じゃあ引いていきましょう。ラビューユニフォームね、黄色いユニフォームっていうことで、戦績としても1勝5敗と、伴わなかったユニフォームなんですけど、鮮烈な活躍をした、渡辺健人選手をはじめとする、若手もね、出てきたようなシリーズになったんで、青空と比べては少ないんですけど、印象に残ったシリーズでもあったかなと思います。はい、では1個目見ていきましょう。外崎のサイン入り、来い、こちら。お、77番松井和夫監督ですね。松井監督、来年もね、指揮を取ると思うんですけど、この前のね、通常ピンバッジの方の動画でお伝えした、山川選手問題。山川選手、これから宮崎のフェニックスリーグに出ると思うんですけど、松井監督、来年はね、山川選手が FA しなければ、ホームランを量産できる選手がいて、頼もしい打線に戻るとは思うので、来年以降に期待したいなと思います。はい、では2個目見ていきましょう。こちら。29番、青山みなと選手。1年間中継ぎとして投げ抜きました。お疲れ様でした。タフなピッチングができる、スタミナがあるっていうところが売りの
選手ではあったんですけど、いい時も悪い時もね、ありながらしっかり、まあ、勝ちパターンではなかったんですけど、ブルペンを支えてくれました青山選手。フォークがウイニングショットになるピッチャーではあるんですけど、まっすぐもね、どんどん投げる中で、だんだん通用するようになってきてたとも思いますし、来年は、中継ぎで行くのか、本来期待されていた先発で行くのかはちょっとわからないんですけど、まあ、どんな位置であっても強いメンタルを持って投げてくれるピッチャーだと思うんで、来年の飛躍っていうところにも注目していきたいですよね。はい、では3つ目いきましょう。こちら、おっと、30番、マキノン選手。マキノン選手ね、1年間お疲れ様でした。少し離脱をしてしまった期間もあったんですけど、まあ、ほぼフルに近い形でね、1軍で出場してくれたと思います。まあ、いいところで打点を上げてくれたりね、山川選手がいない打線の中でかなり気を吐いてくれたんじゃないかなと思います。まあ、ホームランバッターではないんですけど、まあ、ここぞの場面でホームランを打ってくれたりね、あとファーストの守備でも守備力の高さを見せてくれたのかなと思います。すごい気迫に溢れていてね、ガッツのあるところも見れたので、来年まだ契約はね、当然全然まだ決まってないんですけど、ライオンズに残ってもらって、山川選手とね、ぜひ一緒に爆発的な打線に戻していただければなと思います。まあ、昨日選手、慣れない日本の地ではよく1年頑張ってくれました。はい、では4つ目見ていきましょう。こちら、お、また松井和夫監督ですね。松井和夫監督は B グループですね。B グループは2セット買っているので、まあ、最大6個出るんですけど、B と C の混ざりの15個の中から10個引いて、9月前半分と後半分を引いているので、どれぐらい B の選手が混ざってくるかっていうのは分からないんですけど、ね、前回のホームユニフォームのピンバッジの9月分のね、開封を見てくださった方は分かると思うんですけど、この干支で分かれてるこのシリーズ結構怪しいんですよね。こちらおい、もうくたばれよマジで。20、いや25はもういいよ。詐欺じゃねこれマジで。 F グループ9種類の中で、平井選手6個引いたうちの5個出ています。まさかのね、大惨事だったんで、ちょっと松井監督が2つ出てるのも結構怪しくなってきたなとは思うんですけど、松井監督ね、1軍の指揮を取るのにすごく辛労があったとは思うんですけど、まあ、選手とのコミュニケーションもしっかり取ってくれてるとは思うので、来年 B クラスからの巻き返しというところで、まずは打倒オリックスっていうところを掲げつつ、まあ、今年は楽天以外のチームには負け越してしまったんで、苦手チームを作らずに戦って、ぜひ来年頂点に立ってほしいなと思います。はい、では5個目見ていきましょう。こちら、54番、ティノコ選手ですね。ティノコ選手、今年1年お疲れ様でした。まあ、安定感に欠けるところもあったんで、どうしても最後まで1軍で走り切ることはできなかったんですけど、持ってるボール一個一個はすごくいいものがあったんで、まあ、中杉陣が手薄ということで、契約を更新するのかどうかっていうのはかなり注目なんですけどね。森脇選手は間違いなく来年の頭からはいませんし、平選手は先発に行って、まあ、2年目もね、当然継続するので、で、まあ、須田選手がかなりコンディションが悪かったということもあって、キノコ選手がね、一皮向けてくれれば来年面白いかなと思うんですけど、そもそも契約をするかどうかっていうのは球団の判断になると思うので、その身体というところは注目かなと思います。はい、では6個目見ていきましょう。こちら、おー、中村拓也選手、出場試合数はね、さすがに、フルとはいかずに休み休みにはなってしまってるんですけど、今年1年、ライオンズの中でも、最多のホームランを打ってくれました。打席数はだいぶ少ないんですけど、その中でのホームラン率はさすがですよね。505本塁打っていうところが来年ちらついてるとは思うので、怪我をせずに、指名打者で休み休み出ていれば、
結果は当然出る選手、ね、出るとは思ってるので、それにしてもね、中村剛也選手今年も度肝を抜くような一発をいいところで見せてくれていたんでね、来年また栗山選手との DH での併用になったりとか、あと外国人選手の兼ね合いで出場試合数がちょっとわからないところもあるんですけど、まだまだライオンズファンを沸かせてほしいなと思います。では7個目いっていきましょう。こちら、おいよっしゃー、やっべーやべー、ごめんなさい、嬉しすぎてもう言葉が出ない。どのさっきシュータどのさっきシュータ素晴らしい、ベリーグッド、いやーすげー、いやーミラクルゲーム、本当にミラクルゲームですよ。遠野崎修太選手サイン入り、いやー一人じゃない、一つじゃない、マジでミラクルゲーム、いやーこの前の青空の今井達也選手に続いて神引き来ちゃいましたね。平井選手地獄を彷彿させるような和夫監督のかぶりから始まったんですけどね、人って嬉しいと案外大きい声が出ないっていうか、なんだろう、笑いと感動と入り乱れてるような気持ちですけど、素晴らしい。特に今年、殿崎修太選手のゲーフラ、殿崎修太っていうね、盗塁をたくさんしてほしいっていう思いから作ったゲーフラを掲げて、外野で応援してたんで、このピンバッジ、殿崎選手のサイン入りを手に入れずに終わるっていうのは、絶対に避けたいなって思ってたんですけどね。これはもう歓喜っていうより感動ですね。まさか自引きできるとは。来年はアップルパンチ20本、そして30盗塁以上でね、盗塁を期待してるんで、まだまだ劣らないでほしい、殿崎修太選手。いやー、この前の平井選手祭りがあったからこそ、運が向いたのかなと思います。そういう意味では、鉄腕平井勝則選手に、本当に感謝ですね。FA せずに残ってもらえればなと思います。もう未所持の選手が出ないっていうことは確定しちゃったんですけど、まあ、ささっと引いていきましょうか。じゃあ8個目見ていきましょう。こちら、1番男栗山拓実選手、40歳コンビのもう一人の栗山拓実選手が出ました。栗山選手はライオンズの左打者の中で一番ホームランを打っていたかなと思います。中村選手と、どうしてもやっぱり出場試合数を分け合うような形にはなってしまったんですけど、勝負強い打撃っていうのは健在でしたし、まだまだやれるっていうところをそのバットの方で示してくれたのかなと思います。栗山選手ね、ペイペイドームの試合で福岡銀行、まあ、福銀って呼ばれてるライトフェンスのところに書いてあるキャラクターがグローブをつけている広告があるんですけど、グローブのところにフェンチョクを打って、でそれで100万円もらえるらしいんですよね。で自慢のこの前福岡の1日だけ行われたゲーム、福岡最終戦行ってきたんですけど、まあ、そこで、グローブのところに当てた表彰式が行われていて、ビジターの選手がこういう表彰式に出るっていうのは結構珍しいんですけど、貴重な場面をね現地に見させていただきました。まあ、そういうミラクルも持ち合わせている栗山拓実選手なんで、まあ、来年もね、まあ、勝負どころで存在感を見せてほしいなと思います。はい、では9個目いきましょう。こちら、22番、古賀優斗選手。古賀優斗選手、1年間頑張りましたね。本当に。お疲れ様でした。来年、正捕手の筆頭候補になるかと思うんですけど、キャッチャー陣全体で戦力を底上げしていってほしいなと思っています。古賀優斗選手ね、柘植選手の怪我もあって、当初の予想よりも多く試合に出てたんじゃないかなと思います。野手陣の中でも、まあ、個人的になんですけど、2023の一番成長した選手なんじゃないかなと思います。去年1軍で盗塁させなかったと思うんですけど、今年は盗塁阻止率かなり高いですし、1軍のキャッチャーらしくなってきたんじゃないかなと思います。で先発投手陣今年全体的にはかなり良かった方かなと思うんですけど、
当然古賀優斗選手がメインで受けていたっていうのも一つ良かったんじゃないのかなと思います。10勝投手、隅田知一郎選手がね、最後10勝できずに、9勝止まりだったんですけど、高橋光成選手、平海馬選手、今井達也選手、3人の10勝投手を受けていたっていうことで、すごい頼もしい女房役になったかなと思うんで、来年しっかりチームを上位に自身の力で上げていってほしいなと思います。ではラスト、10個見ていきましょう。こちら、お、かぶりましたね、ティノコ選手、ティノコ選手ね、期待通りとはいかなかったと思うんですけど、青山選手とかもそうですが、勝ちパターンじゃない中継ぎピッチャーの存在っていうのもすごく大事かなと思っていて、どうしても早くゲームが壊れてしまった時に投げるピッチャーは必要ですし、助っ人外国人でそういう位置で投げることがどうなのかっていうのはあるんですけどね。そうですね、来年いるかどうかだとわからないんですけど、ティノコ選手まずはお疲れ様ですと言いたいですね。はい、10個開封しましたけど、何度もちょっとこすって申し訳ないんですけど、その先修太選手のサイン入り自引きしました。青空ユニフォームの方も外崎選手入手したので、このラビューユニフォームの方でもね、早めに入手できてよかったです。正直もう球場で交換できる機会がもうファン間ぐらいしかないので、そこで募集を募って出てこなかったら、ほぼ罪に近いなと思ったんで、この江戸での開封、平井選手祭りから、まさかの外崎選手地引きっていうところまで持ってこれたんでね、すごいパーフェクトな引きだったんじゃないかなと思います。これで残りが高橋光成選手の3位にだけになりました。高橋光成選手狙いでは正直江戸では買ってないんですけど、ここはね、根気よく交換してくれる方を探して、なんとか残り1個手に入れてラビューユニフォームのピンバッジをコンプリートさせたいなと思っています。では、次回で最終回にできるように頑張って交換相手を探したいと思います。ピンバッジ開封10個でした。